微生スペースガードセンター微生スペースガードセンターは、岡山県茨城微星天問題に隣接する、スペースデブリや、太陽系内の地球近傍小惑星を観測する、施設である。財団法人日本宇宙フォーラムが設立した。主な利用者は、宇宙航空研究開発機構の追跡ネットワーク、技術センターサシステムプロジェクトチームであり、JSF からの委託を受け、 日本スペースガード協会が運用している。口径1メートルの大型光学望遠鏡により地球近傍小惑星や高度36000キロメートルの正式同近傍のスペースデブリを観測する。その他に50センチメートル25センチメートル口径の追尾用小型望遠鏡がある。最初からスペースデブリ等の観測を目的として設計された施設は世界でも初めてである。 施設は2001年度に完成した。2019年現在、微生スペースガードセンターに設置されているレーダーでは、大きさ1.6メートルまでの宇宙ゴミしか捕捉できず、それ以下の宇宙ゴミの接近についてはアメリカからの情報に依存していた。2023年度を目途に、微生スペースガードセンターのレーダー施設に隣接して、高出力高感度のレーダー設備を新設し、 特殊な信号の処理技術も採用し、既存のレーダー設備の約200倍の宇宙ゴミ探知能力を持たせる計画になっている。防衛省が計画している別のレーダー施設とも連携する予定で、これにより低軌道で周回している10センチ程度の宇宙ゴミの監視が可能になる。小惑星観測プロジェクトはバッターズと名付けられ、プロ野球選手の写真入りのロゴマークが作られている。 大型望遠鏡追尾用小型望遠鏡、ありがとうございます。